カジ散歩。練習の時の方楽ですかね。楽です。楽です。楽、うん、あ、やっぱりそうなんですね。あ、絶対病気になるわ多分。ストレス溜まりすぎて。次はですね、はい、これいきます。これはでもファンサポーターもちょっとね気になりますね。はい、試合中のリアクション。これはね、解説してても思います。まあ、あの声も大きいし、あのジェスチャーも大きいですよね。そうですね、まあもうなんか自分自身でも、まあ、抑えられないっていうか、全然ナチュラルですよね、あれね。ナチュラルです、はい。もう、あの、で、出ちゃうというか、あの大きくなっちゃうというか、声もあの出しちゃうというか。この前あの埼玉スタジアムで、あの、はい、副審の人とテクニカルエリア、はい、出ちゃってちょっとぶつかりそうになって、はい、危うくもうちょっと危なかってそんで第4審の方がもう、あの、はい、マチコミッショナーからも注意受けてるので、もうとにかくテクニカルエリアを守ってくださいと。テクニカルエリアはかなり出ましたので、うん、放送してるのに戻るように、はい、まあ、今飯田主審も促しています。あの、もうこれでもしテクニカルエリア出て今後なんかあったら、もう主審呼びますよって言われて、あ、もうこれやばいなと思って、もし、あの、今後そうなったら退場になっちゃうなと思いながら、あの、気をつけるようにはしたんですけど、もうラインもわからないぐらいのあれですね、多分もう。いや、そうなんですよね、本当。もうできればテクニカルエリアに 何かこう出れない、なんかこう柵というかパーテーションというか置いてほしいぐらい。それ多分つけてもらった方がいいかもしれないですね、柵で、ね、肩の坂の柵みたいな。そうなるんでしょうね。でも監督で全然違いますよね。クールにずっと見てるベンチに座ってる人もいりゃ、もうずっとこう腕組みしながら戦況を見つめてる人とか。あれでももう聞こえてるんですかね、選手は。あ、聞こえてると思います。あの、手挙げてくれたりとか、あの、ちゃんとリアクションしてくれるので。で、まあ、僕の場合は、あの、僕も試合中熱くなったり、そうやって声を出したりジェスチャーやったりとかしてますけど、他のコーチは、あの、そうやって冷静に見て、あの、いろいろこう話してくれるので、まあ、役割的には、あの、それがいいのかなと思いながら、あの、僕はとにかくもう選手に集中させることと気をつけるように、その怒られる前というか、怒る前にこう伝えとくとかっていうのをやっていくように。怒った後はもう終わったことはもう終わって二度とないんで、怒る前にちゃんと準備するとか、いろんなことを言うようにしたいなと思ってるんですけど、川崎戦のことがあってすっごく悔しくて、もうあれをなんで俺は K に言ってあげなかったんだっていうのは。あれは、監督からすると感じてました、あれ狙ってるっていうのは。あれは感じてなくて、もう K が蹴ってくれるもんだと思ってて、はい、でとにかく上げてコンパクトにセカンド拾うみたいな感じで、はい、もう前のことをちょっと意識しながらっていう。そうです、もう蹴るもんだと思ってて、そしたらちょっと転がしちゃったんで、あーって思った時はもう遅かったですね。そうですよね、ディフェンスラインでキーパーを見てた、キーパーの方向を見てたの多分一人ぐらいしか多分いなかったんですよね。そうですね、はい、もう終了間際なんで、もうみんな選手も蹴るもんだと思ってたと思います。まあ、難しい状況じゃありましたけどね。これから、あの、片野坂監督の喉が心配なので、こちらから、あの、喉飴を送らさせて。 ありがとうございます。じゃあ次行きます。はい、はい、監督として勝敗以外にやっていて嬉しいこと。勝敗以外か。いや、例えばなんか飲食でこうね、ああおまけしてもらえるとか。ああでも、あの、選手も一緒だよ。うん、あの、例えば好きな食べ物とか趣味とか、なんかそういうのを聞かれたりとか
した時に、まあ、僕お酒が好きで芋焼酎が好きですって言ったら、あの芋焼酎を送っていただいたりとかお酒を送っていただいたりとか、まあなんかそれは、まあ、選手もそうだと思うんですけど、あのそういうのはすごくあの監督しててありがたいなっていうのは思いますね。まあまあね、ちっちゃなことかもしれないですけど、そういうの嬉しいですよね、自分が好きなものがっていうのは。いや本当にもうすごいありがたいです。うわあ、でも監督ってなんか難しいですね。監督で勝利以外で嬉しいことって、あとはまあやっぱり声かけていただけることが多くなりましたね、コーチと違ってやっぱり監督だと。でそれでやっぱ励みの言葉で頑張ってくださいとか応援してますとか、あのそういうのは嬉しいですね、やっぱり。あ、今何言おうとしてんだっけな、今いいこと言おうとしてやな、まあ、こういうの忘れるんですよね年なんですよねまあ次行きましょう。あ、これな、これもちょっと聞きたいですね。これは、はい、戦術に対するこだわり。これは戦術なのか、だからいろんな監督のタイプいますよね。戦術なのか、やっぱ選手ありきなのかで、いろんなね、あの特徴を生かすとかっていうのはありますけど、片野坂とかどういう感じなんですか、サッカーに対しての。まあ、僕自身は戦術はある程度明確になることは大事だとは思います。ただその必ずとか絶対とかこうしないといけないとかっていう、そこまで選手を縛ろうとは思わないです。やっぱり試合は選手のものですし、で瞬時に選手が判断しないといけないので、あのどうポジション取るか、どういうふうにプレーするかっていうことはやっぱり選手に任す部分は大事になってくる。ただその任せる幅として大まかなその、まあ、その幅を僕が提供した中で、どこの幅でどういうふうにプレーするかは選手が判断してもいいっていうところは、あの柔軟にやりながら、あのやるようにはしてますね。特にガンバの選手っていうのは非常に技術も高いですし、戦術眼だとかそういったところもその状況によって、あの自分たちで少しこう変えたりとかすることもできる選手はいるので、まあ、そういったところで合わせられることをすることがベストだと思うので、状況によってその幅を持たせながら、大枠はあのしっかりとある程度のコンセプト、そしてある程度の守備と攻撃の狙いというのは試合ごとに提示しながらやるようにはしてますね。あのルヴァンの2戦目が大分戦ですよね、アウェーの。あそこで4バック試したじゃないですか、うん、4-4-1-1、はい、まあ、山本選手が少し 1.5 列目のような形で、はい、あの後の川崎戦でもまあ4バック、あれはやっぱりこのカップ戦での手応えが良かったっていうのもあるんですかね。あります、うん、まあ、形も大分も今シーズン下平監督になって 4-3-3 でやられてて、で川崎さんも鬼木監督は 4-3-3 をベースにやられてるので、まあ、形として似てるし、あのまあ、そういったところでのルヴァンカップの手応えもあった中で、また川崎戦に生きる部分もあるかなというところでチャレンジはしましたけどね。もう今後はその併用っていう感じですよね。はい、もちろん 3-4-3 というか、あの3バックもやりますし、 4-4-2 とか 4-2-3-1 とか 4-3-3 とか4バックっていうところも状況によってあのやりながら、できるだけ対戦相手に分析されないように、分析しづらくできるようにしていきたいなとですね。いやらしい監督ですね監督として誇れるところ、至らないところ。まだまだ自分が学びが足りないし、成長はしていかないといけないなっていうのは感じてるんで、それとスタッフとか選手に助けられてるところも多いですね。僕はでもその一発ギャグとかそういうのをやれるところは多分すごいと思うんですよね。あ、確かに、まあ